皆さんこんにちは、トイボックスリョウです。今日はですね、ゴールデンウィーク最終日で5月8日の日曜日なんですけども、工房の方にやってきて、またスーパーカブをいじりたいと思っております。昨日の動画でもお話ししました通り、17インチのアルミディッシュホイールの方のセンターハブの方が、荷物の中に入ってなかったということで、残念ながら仮組みできてない状態でいます。それは仕方ないんで、別のできる作業をしたいなと思ったんですけども、実はレッグシールドの方、これプラでできてるんですけども、ヤフオクでアルミで作ってる方から購入させていただいて、今朝そのアルミのレッグシールドが到着しましたので、これを開封して仮組みしていくところまでやってみたいなというふうに思っております。こんな感じです。アルミの溶接の処理なんですけども、細かいことを言えば、もうちょっと綺麗な処理がしてほしいかなと思うんですけども、どうでしょうかね。うちの工房でやったアルミの加工とほぼほぼ技術的には大差ないかなっていうレベルのアルミ溶接技術ですね。で、こっち側なんていうのは、アルミのね、こういう薄い板と板をくっつける作業ってやると分かるんですけども、非常に難しいんですよ。で、残念ながら穴開いてたり、穴開けちゃったりなんかしてますね。一から作ると結構うちでも作れなくないんですけど、僕の方で。ただね、ここまでやるのってめんどくさいんで、今回はヤフオクで買ってしまいました。手直しはすると思います。アルミをあてがって、余分なところはサンダーで落としてしまって、もうちょっときれいに溶接し直したりとかですね、穴の開いてる部分っていうのもちょっと埋めて持っていこうかなっていうふうに思っています。じゃあ早速つけていきましょう。じゃあまずはノーマルのレッグシールド、ボルトとか全部外してあります。じゃあこれがノーマルのプラでできてるレッグシールド、これを外して、でこのアルミの方をつけてみたいと思います。こっちの方向か。さて、どんな感じになるか。仮止めなんで、手で回るぐらいのところで止めときます。とりあえず、このプラのレッグシールドからこのアルミの方に、サイズ的には問題なくつきました。どうでしょうかね。で、ここはアルミで、実際スイングアームもアルミで、ディスクもアルミになるんで、非常にこうバランスよくアルミがふんだんに使われている車両になるかなっていうふうに思ってます。で、ここのところはね、もう実際フレームはアルミに作り直すっていうのは不可能なんで、とりあえずは外観的に言ったらこういう形になる。で、あともう一つ、ちょっと待ってください。
ちょっと別の方の家具で使ってた塗装ペンキをですね真似させていただいて、これ、キャンディータワーさんって大阪にあるアメリカン雑貨っていうかそういうのを扱ってるお店のペンキ、これねアーミータンクグリーンっていう色なんですけども、これを、まあここの今のミントグリーンの部分はこのアーミータンクグリーンで、塗装し直そうかなって思ってます。で、塗装の仕方はこれの説明書にも書いてあったんですけども、ハケで塗った方がよりアメリカンっぽくなるっていうふうに、書いてあったので、多分エアガン使わずにハケで塗っていくと思います。今日はレックシールドをアルミのものに仮付けしてみたというところまでやらさせていただきました。まあこのペンキもどんな感じになるか楽しみです。今日はそんなところです。ご視聴ありがとうございました。